レバナスで自由を手に入れる。レバレッジ投資会つきです。本日もよろしくお願いいたします。58兆円規模の、ね、米インフレ抑制法成立と株式上昇に追い風になってくるのかということでね、バイデン政権が、ね、やってくれました。 とということで、まあ、バイデンさんもね選挙に勝つために必死なのかなというところが出ますのでやっぱりね選挙が終わるまでは株式何が何でも上昇させていこうというねやる気が満々だと思います。 さあ、それではね、まずはえ火曜日の QLD、レバナンスの方がどのような値、ね、動きで、えそして水曜日、株式マーケット、レバナンスの方はどのような動きをしていくのか、えそして長期投資はどのようにメンタルを保っていくのか、というところをねえ、いつも通り皆さんと話し合っていきたいと思います。それでは、スタートです。 はい。まずはいつも通り国債をチェックしていきましょう。10年債利回り2.82若干上昇。2年債利回り3.27若干上昇。 三ヶ月もの2.61若干上昇ということで、まずはアメリカの国債、こちらの方が売られているということですね。そして10年ものと2年もの逆イールドは依然発生中。10年ものと3ヶ月ものの利回りの差もその差0.21とね、かなり縮まってきました。やはり今年中にこの10年ものと3ヶ月ものの、ね、逆転現象、逆イールドも完成してしまいそうですよね。やはりここ逆イールドが完成して してから1年半から2年ぐらら年年半ぐいでリセッションが来るというふうに、ね、言われておりますので、えー、さあ、あと1年、もしくは1年半後、えー、大幅な、ね、株式が下落する局面がまた、ね、やってくるんじゃないのかなと、まあ、今から、ね、ワクワクソワソワしております。 ビットコインはね、ナスダック100の先行指標と言われております。ビットコインが上昇し始めればね、ナスダック100も3日か4日遅れて上昇すると言われているんですけれども、まあ、私の目にはね、今、ビットコイン、こちらの方のチャート、じわーっとね、上昇していってるように見えますんで、まあ、これがね、本当に反映してくるのならば、あと4、5日はナスダック100、 こちらの方もね、上昇していくんじゃないかなと思ってます。ただ TDC ンシャル的には今に営業日キャラクトレンドに入ってますんで、まあ、今回どこまで底掘っていくかですよね。今のところビットコインは底値を切り上げて高値を目指していってるというふうに見えますので、まあ、ここで大幅にドーンとね、下値に戻っていかなければ、この反発でね、また上昇していくんじゃないかなということで。こちらはね、ナスダック100先物の,の方です。すでにマーケットは 開いております6営業日、上昇トレンド継続ということになってますんで、まあ、このままね何も変わらずに夕方まで推移していきますと、まあ今日の水曜日のマーケットが開いても、ナスダック100、こちらの方もねしっかりと上昇トレンド継続でマーケットはスタートしていくんじゃないかということですので、まあ、一安心。こちらは火曜日のマーケット終了、QLD、仮想レバナスということになってます。 五十七点四八で終わっておりまして、前日比マイナス零0.47度。 多少の調整食らっただけなのかなというね、気しかしておりません。えー、ただ、TDC ケンシャル的に見ますと、5営業日上昇と、先ほどのナスダック100先物の,の方を見ますと、6営業日ということなので、まあ、QLD もよほどのことがない限りね、今日6営業日上昇というね、TDC シャルの反応は変わらないんじゃないかなと思います。ここでもう一段伸びるのか、そろそろレンジに入って下落トレンドに移っていくのかということでね、まあ、今週、 水曜、木曜、金曜日あと3日ありますけれどね、えー、この後半2日ぐらいが、まあ、すごく下落トレンドに移るのか、上昇のまま今週終わっていくのかっていうところが、えーまあ、1つの焦点になってくるかなと、えー、ただ毎日言ってることなんですけれど、出来高があんまりにもね、えー、先細ってきているというところが、まあ、若干心配の種と、まあ、出来高を大きく伴わないと、ね、上にも下にもね、降りやすいという状態で、今、 過労死で上昇はしていっているということになっているんですけれども、まあ、実際の問題といたしましては、出来高が伴っていない。ここね、次の大口の投資家、機関投資家が戻ってきたときに、売りから入るのか、買いから入るのか、それによってね、この株価っていうのは大きく変動していくと。価格帯別出来高の方をね、当ててみますと、かなり上の方からね、あるんですよね、大きな塊が。 4月の、ね、高値をつけたあたりまで、びっちりとね、出来高の方が詰まっているということなので、まあ、今からね、はい、1ドルずつ上昇していくというのも、この出来高の塊を消化しながらね、上昇していかないといけないということになってきますので、今、この出来高ですと、おそらくメインは個人投資家の人たちの会なんですよね。まあ、そこにプラスアルファで、大口の投資家、機関投資家の買いが入ってこないと、まあ、なかなかここの出、ね、来高の壁っていうのが の突き抜けていくことはね、えー、しんどいんじゃないかと、えー、その追い風になるんじゃないかということで58兆円規模の米インフレ法律の方が とうとう成立しましたということで、気候変動対策、ヘルスケア措置などを盛り込んだインフレ抑制法が16日、バイデン大統領の署名で成立しましたと、11月の中間選挙を控え、大統領はまた大きな勝利を手にしたということで、ね、まあ、一つ一つ、バイデンさん、11月のね選挙に向けて手応えを掴んでいると。 半導体の方のね、大きい法案の方も通しておりますし、まあ、実績作りに励んでるということですよね。高齢者向け医薬品の価格に上限を設け、負担を引き下げると。民主党が長く目指していた目標と。あとは電気自動車の方の優遇措置ですよね。まあ、これができていきますと、 さらに電気自動車を買うとね、税制がかなり軽減されるということになってきますので、電気自動車がね、ボンボン売れていくと。まあ、そうなると、テスラとかね、そのあたりはウファウファになってくるのかなと。そしてもちろん、電気自動車が増えるということは、環境対策、二酸化炭素の排出にもね、まあ、大きく貢献してくるということでね。 一見の投資としては過去最大だとホワイトハウスは指摘していると。まあ、この法案がね、しっかりと通ったことによって、投資をしようと思われている方のね、投資意欲がハイテク株を中心にね、どっとアメリカの、ね、株式の方に流れてきてくれたらいいなというふうに、ね、思って、このニュースを今日は、ね、取り上げてみました。 アイフリーレバレッジナスダック100、ダイワレバナス。こちらは8月16日27,161円ということで、ね、前日比プラス404円と。楽天レバナスの方は6,446円ということで、前日比プラス95円ということになっております。さあ、レバナスの基準価格予想なんですけれども、 こちら、代用はレバナンスが若干減りましてね、27,033円、楽天が6,416円と、まあ、若干落ちておりますえ。ここはね、上昇の時でもね、調整を食らうということは、ねまあ、ありますので、まあ、この辺りはね、致し方なしなのかなというところです。えそして、レバナンスの買い増しポイントということでね、まあ、定期積み立てはね、コツ,コツ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 やっていきながらと。バンクオブアメリカの 調査の方によりますと、大手のね、ファンドマネージャーの方も、もう一段下げるんじゃないかということで、現金ポジションはね、多少残しているというような記事も出ておりましたので、まあ、ここ無理してね、スポット購入、今、ドンと行くという、 雰囲気ではなくてね、もう一段下げが来るかもわからないので、しっかり現金ポジション残しておこうというのがね、まあ大筋の見方になっているとえ。そしてまあ我々個人投資家じゃあどうするんだと言いましても、やっぱ個人投資家の中でもね、一人一人の家庭っていうのが違うと思いますね。レバナス、今ある程度所有されてる方っていうのは定期積み立てだけだけ続けていって様子見っていうのもいいと思いますしまだレバナスをそんなにほど持ってないで、現金ポジションも余っていると言われる方だったら、今ね、まだレバナスを 安い価格帯になっていますので、今持たれている、ね、現金ポジションのうちの、ねまあ、4分の1とか5分の1とかっていうのを、ね、レバナスに変えておく、まあ、これも、ね、重要なことだと思いますので、まあ、ご家庭の,、ね、そのレバナスをどれぐらい持ってるか、そして、ね、余剰資金がどれぐらいあるのかによって、ね、この戦略は変わってくるかなと。まあ、ただ、積極的に、ねまあ、買い増ししていくというのは、今レバナスを持たれてない方は積極的でいいと思うんですけれど、ある程度持たれている方というのは、ね、ちょっと様子を見ておいてもいいのかなと。 ふうに思っておりますナスダック103倍ブルーの方ですね、こちらも基準価格1944円ということでね、1万円台を回復してきております。ただし、8月17日の予想は1万874円と、まあ、若干低下しておりますけれど、まあ、ナスダック103倍ブルーの方もね、1万円超えてきてくれますと、ほっと一息という方が多いんじゃないかなということで、今月うまくね、えー 上昇気流に乗っていけば、ほとんどの方がね、プラテンしていくんじゃないかということも考えておりますので、えまあ、こちら、はい、ナスダック103倍ブルー持たれている方は、今からこの上昇スピード、ここはね、レバナンスよりもね、はるかに優位に上昇していくと思いますので、まあ、お楽しみにお待ちくださいと。16日の日にね、ナスダック103倍ベアの方が躍上しました。結果、マイナス13,530円を叩き出してフィニッシュということになりますので、まあ、これをね、はい、 しっかりと損失補填かけていきたいなということで。今ね、えー、私の特定講座短期のね、部分で売買している部分。まあ、大人の遊びをしようじゃないかということで、ソクルの方はね、155株、こちらのね、売買してますんで、まあ、これはね、あの、詳しくは言いません。朝の動画の方を見てくださいと。えー、ティクルの方がね、そろそろ回答できるんですよね。機能を下げたとはいえ、マイナス7.54%ということでね、まあ、今月いっぱい上昇を待てば、まあ、十分利益を乗って、 TCL、テクルの方もね、えー、売却していけるんじゃないかと、えー、いうことがありますので、えー、ウキウキワクワクと今月末ぐらいまでね、えー、じっくりと眺めていきたいと。 まあそうは言っても、じゃあ、ティクルの方は今、どんなチャート形状になっているんだということで見ますと、これがね、意外や意外、いいんですよねということで、何がいいのかというと、TDC ケンシャル的には5営業日連続上昇と、レバナスと一緒、QLD とね、チャート的には一緒なんですけれども、実はね、出来高プロファイルをね、当ててみたときに、最近ね、出来高が細ってるというのは、レバナスと一緒なんですけれど、レバナスの場合ってね、もう少し上。 4月のね、高値を超えたあたりまで出来高っていうのが多かったんですけれども、このティクルの方っていうのは、この4月の高値よりは下でね、出来高の塊があるということなので、今、この、ね、出来高の塊を抜けれるのかどうかということで、もザ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 と下からね、はい、い上がっていってると、まあ、竹の子とかがね、はい、地中からね、地上を目指してね、こうギュッとね、上昇していってるような状態になりますので、 出来高だけで見ますと、QLD よりも、ね、先に消化することができるというのが、ティクルの出来高になっているということになりますので、ここね、はい、あともう少し今,今週、来週あたり、じっくりと見ていれば、この溜まっている出来高のところを、ね、全部消化できるんじゃないかというぐらい、ティクルの方は、ね、上昇しているということがありませんここは、ね、ちょっと楽しみと。でこのという商品は、ね、終値ベースでで見ますと1日で 最大12%動くと思ってるんですよね、えー、そして今日12%もし上に振った時っていうのは51.3072まで上昇すると、えー、そしてこの出来高の塊っていうのが51.73というところでありますのでここを抜けると少しね、えー、出来高的に軽くなってくるんで上昇スピードっていうのが上がるんじゃないかなと思ってるのでまあ今日ね12%上昇するとは思いませんけれど今週かけて12%だったら上昇する可能性はあるということになってき ますので今週、このティクルがどこまで上昇していくのかと、51.73の出来高の壁はね突き抜けていってくれるのかというところで、ね、まあ、今週いっぱい楽しみに見ていく、まあこのあたりが、ね、ティクルの,この株式チャートのねはい今週の楽しみというところに、ね、なってくるんじゃないでしょうか。さあそしてね米株式買い増しということで、サウジアラビアの政府系ファンド SWFPIF。SW こちらはアメリカの市場がリセッション、景気後退懸念で下げていた時期に70億ドル、約9400億円余りを投資してアメリカ株の新たなポジションを構築したと。新たなポジションはアマゾン、グーグル、ブラックロック、JP モルガンなどが含まれると。また、すでに保有する Facebook のメタ、ペイパル エレクトニックアーツのポジションも積み増ししたということになっています。えー、さあ、投資系ファンドの方はね、しっかりとアメリカの株式が安くなっているときに、仕込みの方を終わらしているということなんですけれど、長期投資の皆さんどうですかと、年前に比べてしっかりとね、ポジションは増えていますかということをまあ聞きたいなということで、まあ、なぜかというとね、はい。まあ私のこのチャンネルでも、えー、まあたまにね、市さんの持っている資産、ね、アメリカの株式 まレバナンス、ね、少なすぎるとかね、こうコメントがバンバン入ってくることもあるんですけれど、はい皆さん、何と比較してるんですかということで、YouTuber 同士の資産を比べてもね、1円の得にもなりませんよということで、自分の株式が去年と比べて、1年前と比べて、2年前と比べて、どれだけ増えているのか、どれだけ減っているのか、ポジションが増えているのか、口数が増えているのか、今、下落局面ですから、トータルリターンがマイナスになっているのは致し方なしと。 しかし去年と比べてしっかりと口数が増えている、もうそれとも減らしているというところが重要であるわけですよね。えー、他人を比べても自分の資産というのは増えませんから、じゃあ私の部分はどうなっているんだと言いますと。えー 今までずっとね,のね、何十年間は不動産投資を、ね、ずっとコツコツ積み上げてきてたわけなんですよね。そして去年から初めてレバナンスというのを5万円積み立ての方を開始してアメリカの株式というのに参入してきました。そして1年間かけてレバナンスの方は積み増ししております。で、その1年間投資をしていく中で勉強をさせていただいて、あアメリカの株式っていうのは不動産投資と比べてもすごく優秀な部分だということなので、 私に入ってから一般人差額の方も、えー、私の方がソクルとティクルを合わせて安いで、ね、ソクルティクルをまあ100万円分購入している特定口座の方でも購入している一般人差額の方もまだ当0さんの方が空いてますので今年後半までにもう一度下がったところで120万円分ソクルの方を購入するというねまあしっかりとポジションっていうのは去年と比べて増えていってるわけですよねですから皆さんも他人と比べても自分の資産というのは一切増えませんから、まあ、その時 他人と比べてね、えー、こいつアホヤードはね、えー、こいつより買ってるとかって思うのかもしれませんけどね、買ってようが負けてようが、自分の資産はね、自分のポジションを増やしていかないと意味がないということになりますので、去年の自分と比べてね、今のポジションというのがね、しっかりと増えていってるのかどうか、えー、基本的にはブルー型の商品っていうのは、口数、株数っていうのをどんどん増やしていって、そしてそれに合わせて株価が上昇していったときに、爆発的な利益を生んでくれるというものになってきてますんで、この 安いうち、トータルリターンがマイナスになっているところで、どれだけのね、レバノスだったら口数、ソクルティクルだったら株数を増やしていくことができるのか、まあこれが重要になりますので、1年前の自分の資産と照らし合わせて、今がどうなっているのか、しっかりと口数、株数が増えていっているのかというところをね、えー、まあ見比べていけばいいんじゃないかなということで、株式は安い時に買って、高い時に売る。ですけれど、安い時にローバー売り、高い時に 高値上掴みというのがね、まあ普通の人たちのね、することですから、まあ我々このチャンネルを見ていただいている皆さんは安いところで購入して、高くなってもガチえそしてファイヤーしていけば、その時から利確が始まっていくというね、まあこの え、勝利の方程式を目指してね、はい。えー、まあ一緒にね、えー、頑張っていきたいということで。さあ今日のアメリカのマーケット、短期目線、土短期目線ではね、えー、今日下がるのか上がるのかと。半導体の方のね、えー、大手の会社も今日と明日で決算が。 発表されていきますので、まあそのあたりもね、えー、多少株式どのような結果をもたらしていくのかというところ、えー、今日もね、22時間ライブ放送をかけてリアルタイムで皆さんとご相談していきたいと思いますので、ライブ放送のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。